お前に教えてもらってもしょうがないから、こっちで探すからよ。いや、だから探すとか、ちょっとそれ言われちゃうと、だから自分もだから、ちょっと。お前に迷惑かけねえって。いや、だって急にだって、この流れでだって。お前子供いるから、それもう横浜とか弱っちゃってるからさ、相手は。でもこの流れで、あれじゃないですか、だって、その人とかのことなんか、なんかあったりとかしたら、絶対自分のあれでってなっちゃうじゃないですか。いや、お前の名前一緒出さない。いや、名前出さない。俺は普通に動画見たっつって、はい。話すればいいじゃん。だってお前にどうのこうの何も、出ねえし。だから心配すんなよ。いやいや、心配するってか、それは。いや、それは、ほんとそういう気持ちで言ってくれてるのは、ほんとありがたいんですよ。ありがたいんですけど。でもさ、森とに対して言ってんのか知らないけど。はい。世間が見たらよ。はい。横浜が舐められてんじゃん、完全に。うん。一言じゃねえんだ、やっぱこっちも。いや、でもほんとこれマジになるようなことじゃないですよ、でも。気持ちありがたいですよ、本当に。だけど、その、とかがそういうふうな。まあ、マジになるような。それもわかるね。だから、あいつがどういうふうに、はい。どういうあれで言ってんのか、はい。自分の耳で聞かねえとよ、はい。納得いかねえよ、こっちも。だけど、ほんと、あのですよ。そういう、ほんと、そういうのを、まあ、別にその、なんも起きてないんですよ、別に今、すでに。今、別にまだ、なんも起きてないんですよ、別に。でも、あれ、動画出してんでしょ、あいつは。あ、自分のやつにですか？知らない。あいつのなんかチャンネルか知らないけど。はい。そのなんだ、シラフ？ジャンキー？はい。とかいうやつと、はい。モリとの差しの話人じゃなくて、はい。なんかチャンネルで、はい。ああいうなんか、発言をしてんでしょ？自分のチャンネルで。うん、はい。違う。いや、そうです。で、それは、はい。何、世間に発信してんでしょ？まあ、そうっすね。まあ、まあ、みんなが見て。視聴者が見て、はい。まあ、それぞれどう思うか知らないけど。はい。だ俺はそれを見て、はい。俺の意見を言いに行く、言いに行くだけだから。だから動画消しますよ、そしたら。動画消せって言いますよ、そしたら。いや、もう、動画残すからとかそういうのじゃなくて、もう俺聞いちゃってるからさ。いいよ、でも冗談なのか、はい、なんかそういう。はい。はい。本意で言ってる。冗談で言ってますよ、完璧。冗談で言ってますよ。それは本人に聞かないと。いや、冗談ですよ、本当に。本人に聞かないと分かんねえじゃん。いや、冗談ですよ、本当に。だから、冗談ですよ、本当に、完璧に。だから、ああやって、はい、なんか、横浜のこととか、はい。暴走族がどうとか、はい。なんか、言って、はい。じゃあ、実際、現実、はい。はい、どうなるかっていうのを、はい、そろそろ分からせないと。いや、もう、いや、そこまでのもの、話じゃないし、だから、なんかあったら責任取れないですよ、本当に。お前関係ないから。いや、関係ありじゃないですか、もう。電話してきてる時点でもう自分関係しちゃってんじゃないですか、もう。俺が勝手に動くことだから、別にお前が被害受けたわけじゃないし、そいつからね。そうなんでしょ？だけどもう今話聞いちゃってるじゃないですか、こうやって。お前だから止めてんじゃん？俺のこと。お前正しいことしてるじゃん。いや、だから、もうこうやってもう、話を聞いちゃってる以上は、もうだから、関係ないわけじゃないじゃないですか、自分ももう。で、向こうも、別にそういうつもりで多分言ってないですよ。だから別にお前に止められたけど、俺が勝手に動くだけだから、別にお前は関係ないじゃん。お前はやることはやったじゃん。お前子供いるし。はい。ちゃんとしてんだから。はい。お前が。はい。もう俺昔こんなやつさんだかっこいいだろうみたいな感じでやってるわけじゃねえだろ。動画ですか？うん。まあ。なんか悪自慢みたいなの。はい。そういうのもわかってるからこっちは。はい。だからなんかあいつが言ってることが。はい。納得いかねえし。一視聴者として、はい、別に森戸の先輩だからとかじゃなくて、はい、俺は視聴者として動くっていうだけで、はい、別にお前は関係ないから。まあまあ、よかったよ。お前が別になんか舐められてるっていうわけじゃないでしょ。
直接。はい。それだけ確認したかっただけだから。あとはこっちの自由じゃん。関係ないじゃん。はい。で、あとは別に、お前とそいつのとかいう話じゃないから。お前には迷惑かけねえから。はい、そんな、まあ、向き、そんな、の話でもないですから、ちょっと、ちょっと。大丈夫だよ。変なことはしねえからよ。まあ、それはもう、そんなもす、行くだけだからよ。行くだけって、だって、わかんないじゃないですか。いや、それではっきりするじゃん。あ、舐めてねえんだなって。だから、その、思えばそうだし、ね。その、行くとかそういうところも、結局だから、動いちゃったりとかしたら、向こうだ、その、なんか、その、もう、動い、話が回っちゃうわけじゃないですか。そしたら、だからもう、そうなっちゃう。そうなっちゃったら、だからもう、会いに行くみたいな、そのもう。いや、でも、俺はなんか、その、シラフジャンキーってやつに。はい。なんか、手出したり。なんか、そういうことするって思ってんでしょ。いやいやいや、それ、そこは、それは思ってない人だよ。そんなもう、そんなんで向きになる。そんなんで向きになると思う。でも、そんなんで向きになる人ではないってのは分かってますよ、一番自分が。なんか、YouTube 的に言うと対談みたいな。してみたいな、みたいな。そういう感じだから、別に。それはないじゃないですか、それは。まあ、今度な、はい、飯でも、はい、行こうよ。わかりました。まあ、バーベキューとかな、はい、行こうよ。はい。な、はい。まあ、気にすんな、こっちのことは。わかりました。まあ、そういうのしない人ってわかってますから、そこ、自分は。はい。またなんか、あったら、はい。わかりました。でも相談してこいよ。わかりました。はい、失礼します。